日程第2、議案第116号、平成30年度松阪市競輪事業特別会計補正予算第2号を議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第116号は文教経済委員会に付託をいたします。日程第3、議案第117号、平成30年度松阪市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号を議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第117号は環境福祉委員会に付託いたします。日程第4、議案第118号、平成30年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算第2号を議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第118号は環境福祉委員会に付託をいたします。日程第5、議案第119号、平成30年度松阪市簡易水道事業特別会計補正予算第1号を議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第119号は建設水道委員会に付託をいたします。日程第6、議案第120号、平成30年度松阪市個別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算第1号を議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第120号は環境福祉委員会に付託いたします。日程第7、議案第121号、平成30年度松阪市農業集落排水事業特別会計補正予算第1号を議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第121号は文教経済委員会に付託いたします。日程第8、議案第122号、平成30年度松阪市水道事業会計補正予算第1号を議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第122号は建設水道委員会に付託いたします。日程第9、議案第123号、平成30年度松阪市公共下水道事業会計特別、公共下水道事業会計補正予算第1号を議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第123号は建設水道委員会に付託いたします。日程第10、議案第124号、平成30年度松阪市民病院事業会計補正予算第1号を議題とし、これより質疑を行います。質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。27番、久松道夫議員。久松議員。それではたびたび失礼いたしますけれども、なぜこの議案に質問するのやということをちょっと聞かれましたけれども、ちょっと理由がありますのでちゃんと質問いたします。124号は市民病院の補正予算でありますけれども、実はこれは議案127号の給与改定と関わりがありまして、そちらでもよかったんですけれども、まあ、補正予算になぜ計上されてないのかというか、予算書そのものについて、まあ、質疑をしておいた方がいいと思いましたので、ここで質疑をさせていただきます。今回の補正は本来、全体の補正予算の基調であります人事院勧告人勧の給与改定が主なものであります。で、27号を見ますと、医療職の1から3枚ですか、すべて引き上げの給与改定が行われております。で、私どもの一般的な常識でいうと、当然給与改定のこれだけの給与改定があれば、当然補正予算として計上されるというふうに思っておりましたけれども、今回一切これが市民病院の場合、まあ、他もただ特別会計の場合なんかですと、移動等がある中で、一般職がほとんどですからいいわけですけれども、この場合医療職、いわゆる関係含めてですね、技術職といいますか、そういう技能関係者を含めた市民病院独自に、やはり給与体系独自といいますか、市民病院に限った職員さんの給与改定ですから、本来でしたら給与改定の歳入歳出予算が計上されるのが
まあ、私どもの常識でこれまで来たわけですけれども、今回されておりません。そこで、給与改定は当然行われているはずでありまして、総額がどれだけになるのか、補正を組まなくて良い理由は何なのか示していただきたいなと思います。以上、1回目の質問でいたします。武田市民病院事務部長。市民病院にかかる人員勧告に伴う影響額について、また今回の補正予算に計上せずに対応できる理由について、以上2点についてご答弁させていただきたいというふうに思います。今回の給与改定の内容でございますが、月例給におきまして給料表の改定、医師の宿日直手当の引き上げ、ボーナスにおいては支給割合の引き上げとなっておりまして、総額対象者は479人で、総額は約2000万円でございます。次に、そういったこう2000万円の増額が発生する状況でもあるにかかわらず、補正予算を計上せずに対応できる、そういった理由でございますが、当初予算におきまして一定の職員数で給与費を積算しておりますが、例えば医療技術者で実際の在職者数は積算上の人数より6人少ないこと、また医師においてもベテランの医師と若年若い医師とは入れ替わった予算上ですが入れ替わったことなど、そういったことから人事院勧告による給与費の増額があっても減刑予算の範囲内で対応でき、かつ減刑予算額と決算見込み額との差異がそれほど大きくないことから給与費の補正を計上しなかったものでございます。以上、ご答弁とさせていただきます。久松議員。はい、まあ、そのような説明でした。で、確認なんですが、この当初予算、これ補正第1号ですから、当初予算の私間違ったらご指摘いただきたいと思いますけど、給与費が44億6130万2000円ということで、計上されていて議決されておりますけれども、これに2000万ということが、本来ですら2000万いわゆる給与改定分が、まあ、上乗せになるわけですけれども、この金額でも決算見込みといいますか、その中ではもうこの44億6000万のこの当初予算の範囲内で、これがもう賄えるということで理解しておいていいということでしょうか。武田市民病院事務部長。そのように、決算は見込んでおります。以上でございます。玉津議員。まあ、それはそういうことだったということですけれども、私はまあ最初申し上げたようにちょっと驚いたのは、こういう時期に、こういう給与改定がありながら、補正予算、いわゆる給与分の補正予算を組まれなかったという、特に企業会計でこういうことは、あと減った場合でもね、今回でも水道、あるいは上下水道の場合は、減った分でも給与改定の予算が計上されてますけれども。こういうことって今までこういう例があったのかどうか、私の記憶ではないんですけれども、その点、まあ、一番よくケアしている方の中ではどうでしょうか。三宅総務部長。すみません、まさか市におきましては、ご承知のとおりに人事勧告に準じて、まあ、給与改定というのを行っております。まあ、その関係でいきますと、人事勧告で引き上げになった場合は、今回のように給与条例の改正を行って、それと同時に一般会計では補正予算を計上させていただいておるというのが一般的でございます。特別会計におきましては久松議員先ほど述べられたような状況でございますので、よろしくお願いいたします。久松議員。だから申し上げたように企業会計で聞いとるわけだから、特別会計でもほとんど一般職員さんの移動とかそんなんやから、その範囲で収まることは分かるんですが、企業会計の場合は初め言いましたやんか、お医者さんとか看護師さんとか
技師さんとかそういう市民病院だけの特に病院の場合ね、方々の給与改定ですから、そういうことが今まで私は記憶にないというだけの話であったのかなかったのか、まあ、確認ですけども記憶にないのか調べてないのか、もうそこだけ聞けばよろしいです。武田市民病院事務部長。病院事業会計ですので私の方でご答弁させていただきたいと思います。人事看護に伴う、給与改定があったにもかかわらず、まあ、追加議案を含めまして、病院事業会計におきまして、まあ、補正予算を計上しなかったということは、まあ、過去5年におきましては、ございませんでした。以上でございます。以上で通告による質疑は終わりました。他に質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第124号は環境福祉委員会に付託いたします。日程第11、議案第125号、松阪市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第125号は総務企画委員会に付託いたします。日程第12、議案第126号、松阪市一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第126号は総務企画委員会に付託いたします。日程第13、議案第127号、松阪市職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第127号は総務企画委員会に付託いたします。日程第14、議案第128号、松阪市税外収入金に対する督促手数料等に関する条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑の通告がありますので発言を許可します。24番、浜口隆議員。以上、24番。浜口議員、浜口議員の質疑において執行部よりあらかじめ資料配布の申し出がありました。松阪市議会会議規則第105条の規定により議長において資料配布の許可をいたしましたのでご了承願います。それでは議案第128号、松阪市税外収入金に対する督促手数料等に関する条例の一部改正について質疑をさせていただきます。本条例は保育料の延滞金の徴収問題の対応として、定められた改定されたものであろうと思うわけなんですが、今回、この新旧対象表をいただいたわけなんですが、ちょっとこの議案書だけではどこがどう変わったか、あと市税外収入金っていうものは対象は何なのかというのをまずお伺いしたいと思います。中井税務担当理事。それではまずどこが改正によってどのように変更になったのかというところでございます。今回の改正におきまして変更及び追加したものにつきましてご配布させていただきました新旧対象表をもとにご説明をさせていただきます。まず第3条は督促手数料について規定をしていますが、ただし書きを市税条例に合わせ追加をいたしました。やむを得ない理由とは、例えば金融機関で納付された納付金は収納確認まで長いものでは1週間程度要します。この間に督促状を発布した場合などに適用をされます。次に第4条第2項でございますが、延滞金を計算する税外収入金額の端数処理についての改正でございますが、税外収入金額の100円未満を切り捨てていたものを1000円未満に、またその税外収入金が100円未満であれば徴収しないとされていましたが、これを2000円未満は徴収しないことに改めました。
次に第3項は、算出した延滞金の10円未満を切り捨てていたものを100円未満に、また算出した延滞金が10円未満は徴収しないとされていましたが、これを1000円未満は徴収しないことに、それぞれ地方税法に合わせるよう改正を行います。次に第4項は、ウルード氏を含み期間の計算方法を、第5項は一部納付の場合の計算方法を、第6項は納付金の充当順序をそれぞれ地方税法に合わせた規定を新たに追加し、明確化するものでございます。続きまして、この条例の対象となる債権ということでございます。この条例の対象となります税外収入金は、条例法や個別条例で規定しています介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道自益者負担金などを除く市が保有するすべての公債権が対象となります。現在債権回収対策課の方で把握をしております未収債権のある債権は、順番に申し上げますと、保育園保育料、幼稚園保育料、児童手当返還金、高等職業訓練促進給付金等返還金、生活保護法第78条徴収金、同法第63条返還金、特別障害者手当返還金、障害福祉サービス介護給付費等返還金、農業集落排水処理施設使用料、浄化槽使用料、ケーブルシステム使用料、下水道使用料の12債権でございます。以上、答弁とさせていただきます。浜口議員。はい、ありがとうございました。この新旧対象表を初めから出していただいておいたら、質問せんか、しなくてもよかったかもしれません。よく分かりました。このやむを得ない理由っていうのも説明していただきました。で、これはこの手数料だけにかかることだと考えてよろしいんですか。延滞金を、これ手数料だけをやむを得ない理由がある場合は徴収しないということと考えていいのか、延滞金自体を、免除すると考えるのか、それはどちらでしょうか。中井税務担当理事。はい、延滞金の部分につきましては、現行の本条例の第4条第4項改正後は第4条第7項になるわけでございますが、延滞金の減免について規定をさせていただいております。今議員おっしゃられましたように、現在はやむを得ない理由がある場合との規定だけでございますので、現在具体的な基準が明確でないことから、減免基準を明確にするための要項を策定を行っているところでございます。以上、答弁させていただきます。浜口議員。すみません、もう一回お伺いしたいんですけど、ここの第3条のやむを得ない理由がある場合はこれを徴収しないっていうのは、延滞金そのものなのか、督促上の80円だけなのか、もう一回お聞かせください。以上、中井税務担当理事。今回3条に追加をさせていただきました、やむを得ない理由というのは、督促手数料にかかる部分でございまして、先ほど申し上げました延滞金の減免に要する部分は、今回の条例改正の中には上がっておりませんが、現行の改正前の条例でいきますと、第4条第4項に延滞金を減免する条項がございます。以上でございます。浜口議員。はい、分かりました。今回の条例改正は、4月、来年の4月1日からということなんですが、それまでのに発生している延滞金およびその手数料というのは、今の条例
通りということなんですが、今それの減免の条項というのはどうなっているんでしょうか。中井理事。先ほども申し上げましたけれども、今現在、策定を進めています減免要項というのがございまして、現行の本条例第4条第4項の基準を明確化するものでございます。この要項を平成31年、来年の1月1日に施行できるように現在準備を進めておるところでございまして、今回の議案でございます条例の施行日までにこの要項を先行して施行いたしまして、今ある延滞金を整理させていただきまして、徴収すると判断したものにつきましては来年の4月1日以降すべての債権で徴収していく予定でございます。浜口議員。もう一回整理させてもらいますと、その延滞金の減免に対する要項を現在作成中で、作成後は過去の、今現在ある延滞金もその要項に基づいて免除するか、いや免除しないかを判断して、免除しないものに関しては徴収していくと、そういうことでしょうか。中井理事。議員おっしゃられた通りでございます。以上で通告による質疑は終わりました。他に質疑はありませんか。はい、これにて質疑を終わります。議案第128号は総務企画委員会に付託いたします。日程第10号、議案第129号、松阪市福祉会館条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第129号は環境福祉委員会に付託いたします。日程第16、議案第130号、松阪市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑終わります。議案第130号は、環境福祉委員会に付託いたします。日程第17、議案第131号、松阪市飯高診療所条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑終わります。議案第131号は環境福祉委員会に付託いたします。日程第18、議案第132号、豪商の町松阪観光情報センター条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑の通告がありますので発言を許可いたします。25番、海獣常幸議員。海獣議員。短いので自席から失礼いたします。議案第132号豪商の町松阪観光情報センター条例の一部改正についてでございます。これは情報という言葉を交流という言葉に変更するという内容でございますけれども、その議論の経過とその内容をお聞かせいただきたいということと、それと交流という言葉を設けることの積極的な意味ということをお聞かせいただければと思います。村林産業文化部長。それでは観光交流、今回の条例の件でございますが、まずこの名称を変更することのどういうふうな経過で進めたかということでございます。豪商の町松阪観光情報センターの名称については、当該の名称を平成29年度観光振興ビジョンの策定委員会において検討いただきまして、その提案を受けて決定した経過がございました。その名称については平成30年の6月の第2回定例会において付帯決議を受け、改めて検討を行うこととなったことから、その検討を行うにあたりましては、観光振興ビジョン策定検討委員会の元委員さんにも懇談会を開かさせていただいて検討もいただいております。その懇談会の中では、県外市外からお越しいただいた観光客は観光
港のまさかの観光の情報を求めて来館されることが多いと想定されることから、施設のコンセプトについても理解した上で、情報という言葉を大切にし、分かりやすく官名を提案をしたという意見が出されるとともに、この施設は情報の提供だけではなく、グラフィックや映像等により、豪商の町の歴史、文化を学べる場所としての機能も有していることや、観光客だけでなく市民にも利用いただくことで、町歩きの拠点として市民と観光客の交流がスタートする場所でもなるという、そういった意見なども出され、検討を重ねた結果、今回豪商の町松坂観光交流センターという名称を改めて提案をさせていただいたところでございます。以上でございます。海獣議員。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。以上で通告による質疑は終わりました。他に質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第132号は文教経済委員会に付託いたします。日程第19、議案第133号、松阪市道路占用料等徴収条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。はい、これにて質疑を終わります。議案第133号は建設水道委員会に付託いたします。日程第20、議案第134号、松阪市河川土地占用料等徴収条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第134号は建設水道委員会に付託いたします。日程第21、議案第135号、松阪市総合運動公園運動施設、条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第135号は建設水道委員会に付託いたします。日程第22、議案第136号、松阪市立歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第136号は文教経済委員会に付託いたします。日程第23、議案第137号、松坂商人の館条例の一部を改正する条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第137号は文教経済委員会に付託いたします。日程第24、議案第138号、松坂市原田二郎旧宅条例の一部を改正する条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第138号は文教経済委員会に付託いたします。日程第25、議案第139号、松坂市旧長谷川邸条例の一部改正についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。議案第139号は文教経済委員会に付託いたします。日程第26、議案第140号、新市建設計画の変更についてを議題とし、これより質疑を行います。質疑の通告がありますので発言を許可いたします。25番海獣常幸議員。25番海獣議員。はい、議長の許可をいただきましたので、議案第140号、新市建設計画の変更について質疑を行います。ですね、まあ、平成17年1月1日の合併から、もう来年1月1日でまもなく15年目を迎えようとしております。新市建設計画は当初、10年間の内容を持つものとして作られたものですけれども、今回、まあ、途中で15年間延長され、さらに5年延長ということで、合計で20年間の期間を持つ内容となるわけでございます。それが今回の議案第145号でございます。まあ、しかしそもそも一体、まあ、この計画ですけれども、まあ、もう誰が見ているのだろうかという、まあ、そういう性質のものとなってまいりました。もともと17年から27年度までの計画でした。それが途中ですね、平成23年に東日本の大震災があったことが、まあ、原因だったとされますけれども、まあ、そこで5年間延長、まあ、その時の理由というのは分かります。東北3県を中心とし、まあ、多くの自治体の行政機能、また国の行政機能もほとんど震災以外の事業に関しては、
執行停止するぐらい、またそして被災自治体においては3年間だったかな、5年間だったかな、復旧期間、そして復興期間というふうに設けられる中で、まあ、その法律としてなかなかその27年度を期限とするものでは困難という状況、その背景があった、まあ、そしてそのことによって変更5年間の延長が認められたということでございます。ただ今回さらに5年間を延長するということに対して、合併後の新規建設上をですね、そうしなければならない必然性というか理由というのはあるのかどうか、まずお尋ねしたいと思います。加藤企画振興部長。今回のこの再延長、まあ、5年のですね、再延長でございます。これにつきましては先般の提案説明の中でもご説明をさせていただきましたが、平成30年4月に東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律が成立をされましてですね、延長されたというところでございます。この背景にはですね、熊本地震等のですね、大規模災害、あるいは全国的な建設需要の増大、そういうふうな背景の中で合併市町村の建設計画に基づいて行う事業等のですね、実施に支障が生じている状況があるというふうなことで、これは全国的な傾向の中で、そのような形で国においても整理をされた形の中での法改正がされたというふうに認識をしているところでございます。以上でございます。会長議員、総括質疑ですのでお願いします。改めて申し上げます。その新規建設計画の内容に関しても改めてお答えいただきたいと思います。それと私、市長がですね、当時の野田総務大臣お会いしたという新聞報道を見た中で、その合併特例債の延長ということを陳情してきたとか、そういうことは報道でしか知らないわけですけれども、主として先ほどは熊本地震の例も挙げられましたけれども、どう見てもですね、東日本の時とは日本という国全体を取り巻く状況はいくつか当然深刻な災害が起きているんだけれども、その国全体の行政機能に対して著しい影響を及ぼしてきたということとの背景とは違いますと思います。そういった意味で支障が生じているということで5年間延長になった、そのこととはいささか私たち自治体の議会におるものとしては実感が異なるところがございます。むしろ財源的な確保という部分を優先してその5年間の延長を求めてきた内容であったのではないかと思います。したがって私がお尋ねしたいのは新規計画の中身、先ほどか背景的なことと中身と、いう部分と、その財源的措置を目的に再延長されてきている状況ということに対して、果たしてそれのことをのみを目的として、合併特例債に頼り続ける現状があって良いものかどうか、その点についてお尋ねしたいと思います。加藤企画振興部長。
今回のこの再延長の背景は、国においての当然この国会で議論がされる中で法律改正がされたということでございますので、そういった形の先ほど申し上げたような形の背景があったというふうに認識をしているところでございます。その中で、では松阪市としてどういうふうな形でですね、この法改正を受け止めて、今後ですね、事業の推進を図っていくかということでございます。合併特例事業債の、記載対象となる事業につきましては、この特例債があるから事業をするんだというふうなものではなくて、やはり今後ですね、その市民のニーズ、あるいは緊急性、公益性、そういった中で、総合計画、あるいは実施計画、それに基づく予算議論の中で、事業展開をしていくわけでございますけれども、そういう中でのですね、こういうものをやっていくんだ、じゃあその財源をということの中でのですね、合併特例事業債というふうなものを活用していける部分においてはですね、活用していこうと、そういう姿勢で今後臨んでいくというものでございます。梶井議員。貴重な、ね、財源になっているのは事実だと受け止めております。ただですね、この合併特例債がですね、松阪市の記載残高の何割を占めているのかという点についてお答えいただきます。三宅総務部長。合併特例事業債の一般会計の資産残高に占める割合ということでよろしかったでしょうか。はい。ですね、合併特例債のこれ平成29年度の決算で、申し上げますと、記載残高が180億2600万円余りでございます。それから一般会計の資産残高が458億1300万円余りということで、約 39% ということになります。会長議員。今約4割すべての、資産残高のうちですね、約4割が合併、本当にその4割という事業が紳士建設を進めていく合併の合併に基づいて紳士建設を進めていく事業に本当にふさわしい事業に適用されてきたのかどうか、それが4割あるというふうにはなかなか受け取れないです。ではですね、いわゆる投資的経費のためにですね、発行した資産のうち合併特例債で賄っているのはどのぐらいあるのか、合わせてちょっとお聞かせいただきたいと思います。三宅総務部長。もう一度すいません。会長議員。いわゆる投資的経費、建設債って言われるんでしょうかね、に発行した資産のうちですね、合併特例債が、どれだけ充てられているのかという点です。三宅総務部長。申し訳ございませんでした。先ほどの部分でいきますと、臨時財政特例債というのが貼ってますので、それを除くということで申し上げますと、約 66% というふうになります。会長議員。つまりですね、松阪市にとって、全体の記載のうちもう 66% が合併なんだ、本当にそうなんだろうか、とてもそのようには受け取れない。それを10年で足らず、最初の10年では足りずにですね、15年に延長し、さらにこれからもまたさらに5年間伸ばしていこう、いわば合併特例債というものを使えば、もう財源がですね、財源がね、やっぱり余裕あるっていう意見もありますけれども、合併特例債に頼れば何でも OK という、いわばちょっと政策的にこれしたいと思えば合併特例債を使おう、つまり打ち出の小槌のような状態になっているという現状にあるのではないかと思われます。つまり
本来財政運営というのは極めて限られた財源の中でどうマネジメントしていくかということは本当に厳しいお仕事なわけですけれども、そういった意味でこの合併特例債というのは財政運営に対して極めて安易な道具となっているのではないか、その点を危惧しているんですけれども、の認識はいかがでしょうか。竹上市長。まずですね、議員と私の認識がかなり違うなというふうに感じます。合併特例債5年延長を、働きかけ、国の方に認めていただいたその背景ですね、熊本地震ももちろんありましたし、さまざまな、災害等もあります。それから、国家的事業としてのオリンピックっていうものがございます。幸い和菓子はですね、大きな建設事業で、不落になっているというケースはまだ一時ございましたけれども、私が市長になってからはそういったケースは今のところございません。ところがですね、近隣の市ではですね、大きな建設事業をやるのに何回も不落になっていると、なかなかですね実際に落ちないということですね。その実際にですね、価格の高騰であるとか、今オリンピック関係でさまざまな建設ラッシュの中でですね、地方の事業が、落札もしていただけないと、このような状況が続いているっていうのが現実でございます。そうした中で、実際にこの新たないろんな事業を進めていくのに、この期間内で、合併事業債を合併特例債がですね、使えないと、こういう事情が全国各地がございまして、そしてそういう呼びかけを、発起人の皆さん方としたところ、実に160を超える自治体からですね、その通りだと、何とかしてほしいということで、総務省の方にさまざまな要望活動をやってきたわけであります。でそれが実って、今回5年の延長を、私から言えば勝ち取ったというふうなことになろうかと思います。そして、実際にですね、この先ほども短期償還の、議論がございましたけれども、この合併特例債を使いますと、約7割がですね、交付税で参入されてくるというふうなことであります。財政を預かる身としましては、こういった有利な記載を、きちんと、使えるようにしていくというのはですね、我々の責務であります。そういった意味から、きちんと使わなくてはならないところに、この事業債を当てていく。もしですね、私どもが合併をせずに、そしてこういった合併の特例債も使えないというようなことになれば、財政的には非常に厳しかったであろうということが、安易に予想ができるというふうなことかと思っております。でそれはですね、合併特例債があるから、思いつきであれもこれもできるんじゃないかというふうな乱暴な議論のように私は感じました。実際にやればならないことはですね、本当に山ほどございます。例えば、今かかっております蒲田中学校は約60年です。それで、大規模な改修が必要であると、例えば、この12月の議案に、かかっているエアコンの設置、これだってですね、20億円です。いろんなですね、事業が必要になっているというふうな現実から言えばですね、この特例債をきちんとした形で使っていく、これが重要かというふうに考えております。会長議員。
まあ、市長がまあ今おっしゃったのはですね、あの合併特例債を使える機関であっても、あの、まあ、入札価格の高騰によってね、あの入札債に成り立たなかった自治体もある、そういった自治体がにとってはですね、このせっかくの財源が5年貴重なあの期間内に使えないと、まあ、松阪市はそんなことはなかったということなわけです。でただし、まあ、もちろん松阪市にとっては重要な施策があって、まあ、財源を必要としている。だから非常にあのある意味恵まれた、まあ、有利な財源を使わないではないということですけれども、極めてまあ恵まれたあの環境の下で財政運営をすることができたというふうに、まあ受け取ります。あのそういった中で本当にですね、私常々思っている、本当にあの、まあ、蒲田中学校大事です、エアコンも大事です、だけれどもそれが全て合併特例なのかということがやっぱりなかなかあの腑に落ちない部分がありまして、その元は何かというと、このやっぱり新市建設計画にあるというふうに思います。あの合併特例債をどのように使ってきたか、まあ、財政の方の協力を得てあの一覧をあの資料としていただいたこともあります。極めて増えてますよね。あの当初の10年間、まあ、100億でその後200億というふうにだんだん増えてきてます。でさらにこれから5年間でもっとその有利な財源として使おうということで、この延長によって増えてくるであろうということがあの想像がつきます。それ自体あのちゃんとあのルールに基づいて行われていることですので、あのしかも有利な財源ですので悪いことではないのですけれども、この内容に関して適切にあの検証されてきたのか、新市建設計画につながってきたのかどうかということ の検証見直しということが行われているのだろうかと思います。その見直した上でさらに5年間やっぱり延長必要だというんだったら分かる、だけどもそれを見直してきた形跡がない中で、果たして単に有利だからということで、あのこれからも引き続きまた5年間延ばしてくださいということはどうなのか、その辺についてご認識がいかがでしょうか。竹上市長。もともとこの新市建設計画自体を、まあ、ありていに言ってしまえば、合併特例事業債が使える源となるというふうなものからですね、出来上がっていると私は理解しています。あのそういった議論、まあ、議論があの議員が今言われている議論の上に議論を重ねるだけで、あのさほどですね、だからあのこの新市建設計画の、中のどこまで進んだかっていうふうな検証が果たして必要なのか自体があの私には疑問です。あのいわゆる行政を預かる身とすれば、市民の皆様方の、血税でもってですね、事業を行っているんですと、有利な財源でもって事業を行った当たり前の話でして、でその、枠を広げていくという意味においてはですね、この新市の建設計画を改定をしていく必要があるということで考えております。以上です。北条議員。あのごめんなさい、最後の一言だけちょっとあの聞こえなかったんです。新市建設計画そこの部分ちょっと何とおっしゃったかだけちょっと確認させてください。なんて言うか。あ、じゃあ結構すいません。はい、じゃあ会長議員。まあ、私はですね、例えばあの例えばというか本当にあの新市建設計画というのであればですね、旧市町のまあ凸凹感と言いますかね、そういう是正凸凹感があればそれを是正するとか、そういう一体性を生むための事業、まあ、そんなことで合併があってこの計画があったというふうにあの理解しているんですけれども、そのような合併に資する内容だったのかどうかって、それはやっぱり検証する必要はないとおっしゃったけれども、それは重要なことだと思ってるんです。例えば今回これは直接市の、あの責任じゃないけれども、
例えば166号線伊南町のところで土砂崩れで まだ通行止めになっておりますけれども、そういったことがなんかいわばこれが例えば合併しないままの町だったとしたら、その取り組み方も今の市とはまた違ったような危機感で取り組み方があったのではないかと思っているんですけれども、そういうようなことがいわばその旧市町間のそのいわば是正というものを取り組んでいくための計画として、本当に今これもう15年ぐらい前のものになってくるけれども、それが本当に機能これからも機能していくのかどうかって、その見直しっていうのが必要になってくる考えるけれども、それ本当に検証する必要はないんでしょうか。竹上市長。市にはねたくさんの計画本当にあろうかと思います。それでやはり大きな市のまちづくりっていうのがために総合計画があって、本来的に言えばですね、新市の建設計画っていうのは、総合計画なんだろうと私は思います。確かにいろんな計画をのお見直しの検証っていうこともそれは必要だろうと思いますけれども、この特に新市建設計画の性格上から考えれば、それは総合計画に置き換えて検証していけば事足りるのではないかと、このように考えます。海上議員。今ですね、ここに載っていることを今回の質問にあたって一通り全部目を通させていただきました。果たして今の実情に合っている内容なのかという点で非常に多々疑問がございました。例えば、39ページのところに、新しい本庁舎建設、当時ですね、この合併した当時古くなってきた市役所をどうするかとかっていう議論のあった時ですから、新しい本庁舎の建設とかっていうことも、課題に検討課題に上がっていた、それはそのまま載っている、それを振り返り見直しが必要ではないのかという点、そしてまたですね、23ページのところを見るとですね、風力発電の整備、これを市が進めていくことになっているわけです。それは今現に民間事業者の方でね、いろいろと論議となっている部分があるわけです。それがそのまま載っていていいのかどうかで、24ページのところに行くと、中部国際空港への海上アクセス事業への取り組みって書いてある。そして25ページの海上アクセスターミナル等の整備と書いてあります。ターミナルを作っていくって話ですね。今はもう廃止になってですね、活用か取り壊しかっていうなってる。だったらもしかしたら整備じゃなくってターミナルの解体費をですね、合併特例債だって使えるんじゃないのっていうぐらいの話になってしまうかねません。で29ページ行くと、ホスピスの建設の検討ってあります。これは市民病院の緩和ケア病棟という形でまとまった内容です。これ当時確かに平成14年15年当時議論あったことです。そしてまた30ページ行くと、例えば人権条例の制定とか人権センターの設置というのがあります。人権センターも、駅西の再開発の時にですね、総合センター、健康福祉健康医療福祉総合センターの中に人権センターを入れないで議論になった。そういったものが一旦もうそれは議論の末ですね、それはしないってことになった部分がまだここには新市建設計画延長される計画の中に載っている。で果たして例えば30ページのところに童話問題をはじめさまざまな人権侵害が今なお存在しているというくだりあるけれど、行政の文書として童話問題という言葉を使うんでしたっけ、使わなかったんでしたっけ、そういった部分もございます。そういった部分でいろいろとこの実情に本当にこれからまだ先まで真摯建設していくという性格のものです。ふさわしい内容なんだろうか、本当に ただ問題があるわけですよ。それをそのままこうなってるわけですね。改定したらですね、表にも裏にもあるけれど、平成30年何月改定、議会の責任において改定することになるわけですよ。議会が議決して改定って、これ議決要件だったんですね。これ出てきてるってことは、そのままで良いのかって本当に疑問を持ちます。そのままで良いんでしょうか。
竹上市長。先ほどから申し上げておりますとおり、この新市建設計画は、言ってみればと、てよく言えば合併特例事業債のための建設計画というふうなことで、先ほどご答弁を申し上げました。で、今回の改定はですね、新たな部分で、必要になる部分の改定を変更をさせていただいておりますので、大なる部分は変えておりません。で、どうしてそうなるかといいますと、いわゆる新市の本当の建設っていうふうな新しい町づくりはですね、やはり総合計画でもってやっていくことであろうと。で、ここにその見直しに動力を割いてですね、やる必要が果たしてあるのかといえば、それは、必要なかろうということで、必要な、変更部分だけを入れてある、改定してある、まあ、こういうことで今回議案として挙げさせていただいているということで、ご理解をいただきたいと思います。会長議員。財政の方に聞き取りをさせていただきましたらですね、合併特例債を、使いたいと、これからも使いたいというときには、やはりこの建設計画が裏打ちされてないといけないと言われたと聞きました。つまり新市建設計画がというものが、いわば根拠、いわば根拠法になるわけですね、松坂氏にとっての。それほど重要なものなんだっていう位置づけなんですよ。その位置づけが大きいにもかかわらず、要するにこれがなければ合併特例債発行できないほど重要なわけですよ、これね、県が言うには。そんな重要なものが、ほとんど日付だけ改定するだけの改定で延長していいの、いいものかどうか、中身は一切触れず、中身はもう実情に合わないものをいっぱい含んでいるのに、日付だけ変えるって、そんな無責任なことしていいんでしょうか。竹上市長。先ほども申し上げましているとおりに、これは先ほど議員もおっしゃっていただきました合併特例債の事業の対象となるのは新市建設計画のに入っているものということでございますので、新たに特例債の対象というふうな事業に特化して、その部分を改定をさせていただいているということでございます。どれほど重要度があるかといえば、私どもはそこまでの重要度を感じていないというふうな、ことでございまして、定翼、先ほども言いましたが、合併特例債の対象となるべく、変更をかけさせていただきたい、こういうことで提案をさせていただいているということであります。幹事議員。それほど、市長によれば、それほど重要なものではないと申し上げ、ただ合併特例債を発行するためには、これを手続きとして日付を変えておかなければならないから変えるんだ、非常に納得いきませんね。それが制度として許されるということにね。そういう制度って本当にもう終わったことも、例えば海上アクセスなんてもう松坂市は撤退した、もうそういった部分をこれからもまだしていくんだということを残していくような新市計画って、こんな本当に実情に沿わないものを放置しておく、これはやっぱりあってはならないことだと私は思ってます。そしてですね、そういうふうにして重要なものではないとの認識ですから、例えば本来ですね、これを作る一番最初にこれを作られた時のこれを込めた気持ちってのは一体何だったんだろうか。この時に一市四町の首長さん方が合併協議に集まった時に、何を期してこれを計画を作ったのかっていうことに思いを馳せる必要もあるのではないかと思っております。それが10年経とうが、10年経って15年経って、あの時の気分、あの時こう期待したけど実際こうだった、こう良くなった部分もあるけどこうなってしまった部分もある、それはやはり検証することが必要性あるだろうと思っている。そのためにだって延長するんだったらそれを機にやればいいでしょう。例えばこの中に載っている25ページちょっとご覧いただきたいんですけれども、ここにはね、地域拠点施設整備事業って書いてあります。表の中にね、
事業が旧庁舎の改修整備、これはおそらく旧庁舎って、これはまあ現のこの松阪市役所も含むかもしれませんけれども、4町の旧役場っていうのも含んでくるかもしれません。おそらくそういった部分についての議論がどう行われたんだろうかどうかって、検証があったのかどうかって、そういう議論っていうのもやっぱりなかなか見えてこないわけですね。おそらく当時の期待感の中に必要度が上がってくるのはこういった部分もあるのかもしれないって当然あったと思うんです。そういった意味で検証は必要ないとおっしゃるのは本当にあの不適切な発言だと私は思います。はい、質疑ですか？あの市長ご見解あるようですので、はいはい、お願いいたします。はい、じゃあ竹上市長。この建設計画の当時に議員もおられたと思います。で、当時ですね、この建設計画を作るときに、いわゆるそのときにもですね、合併特例債を見据えて可能性のあるものが全て載っているのがこれですよ。あの当時からそういった性格でこの建設計画というのは作られている。で、実際に議員が言われる新市の新しい街づくりはやっぱり総合計画でもって、出来上がっているというふうな認識で我々はおります。総合計画を作ってですね、もう一回これで多く条項を重ねるようなさまざまな議論をする必要は私はないと思うんです。でそこにまた労力をかける必要もないと。もともとそういう可能性全部入れた建設計画なんですから。でそれを あえて、議員が言われるようなですね、ところでの必要性を感じない、まあ、こういうことであります。海中議員、まあ、質疑で自分自身の意見は言わないことになっておりますので、もう見解の相違ということで終結いたします。ありがとうございました。以上で通告による質疑は終わりました。他に質疑はありませんか？これにて質疑を終わります。議案第140号は総務企画委員会に付託をいたします。